田村健嬢は、幕末の仙台藩渡り領主、伊達国重の家臣、渡り伊達家の家老、北海道臼郡室蘭郡滅別群郡長、モンスポン教会創設者、伊達市の北海道開拓を提案した人物、天保三年、現在の宮城県仙台市に生まれる。戊辰戦争により、渡り伊達家は領地のほとんどを失い、藩士は路頭に迷うことになる。 過労であった、県庁は、ロシアなんかを防ぐため北海道開拓を急ぐ、新政府の政策に目をつけ、北門警備は、武士の本領、母親の汚名を進ぐ高貴なりと上申した。財政の急防を心配する、国政に、我に、恩子の譜代の急進あり、この人を資本になす。私力急防何ぞ恐るるに足らんと進言した。政府は、慈悲移住での伊達始め門の開拓を認める。 明治3年、両首都、とも、北海道を薄組へ移住した。明治9年4月8日、国や主人者混流に伴い、副祭主として千座祭を執行する。明治19年、室蘭郡長の時、仙台から室蘭に来て伝道していた、吉高メ太郎の集会に出席し、大いに感ずるところがあったため、函館に応援に来ていた、押川正義を招いて、演説会を開く。 その後、押川から洗礼を受け、日本キリスト一致教会の信徒となる。同年12月、村木隆秀らと発起人となり、街道建築の計画を立て、34人の献金者に、政党会社議士として、ドイツから来ていた者二人も加えて、剣道式を挙げる。明治20年9月、会員83人でモンスッポン教会を設立し、日本キリスト一致教会宮城中会に属した。 大正2年、死去。昭和10年、薄郡開拓の尖閣者であり、幾君者であるとして、伊達国重と共に、伊達神社に祀られる。ありがとうございます。